はい、士別市にございます岩尾内ダムがですね、クレストゲート放流してるようなので、これより先ね、近寄っていきたいと思います。この辺はもう鹿よけの電気柵、畑の周りに張ってますね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、停滞直下まで来てみました。ちょっと風が強いんですけど、近寄ってみましょう。この放流ってあんまりさほどね、珍しくはないんですけど、結構ね、水しぶきが飛んできますので、カメラにつかないように撮影したいなと思うんですが、風も強いんでね、無理かな。この辺までは近寄っていけるんですよね。まあ、ここからちょっと捉えますか。なかなか迫力ありますね。二門のゲートから勢いよく放流されております。確かね、貯水率が、まあ、90% 以上あると思うんですよ。で、つい最近まで防災操作してたみたいなんですけどね、今は通常操作みたいです。はい、可能な限り近寄ってみましょう。あ、この辺に来たらもう水しぶき来ますね。風も強いので、すごいね。このね、原生港の堰を越えて、もう大量に水が溢れてますよね。なかなかすごいですね。あ、水しぶき来たわ。これカメラ直撃するんですよね。ああ、来た来た来た、しぶきが来る。ついてますかね、レンズ。ああ、ごめんなさい。はい、初夏の融雪放流ですか。いいですね。水も綺麗ですよね。白波が滝のように流れております。これがね、台風とかの大雨だったら濁った水になるんですが、いいですね。空も綺麗だし。はい、以上です。はい、岩尾内ダムの天馬の上です。なんかね、風めっちゃ強いんですよ。でね、これほとんど湖面すごいね、 100% っていうか、なまら水位ありますよね。 97% ぐらいあるんじゃないかな。あの橋のね、なんかコンクリートのとこもほとんど水没してますよね。で、風強いっすね、ここ。うーわ、で、クレスト放流してるんで、ちょっと上からね、撮影したいと思ってるんですね。あー、そっか、あの放流してるんだ、ここね。あー、なんか見えないね。はい、原生湖福ダム原生地ですね。ここにね、コバルトブルーのゲートがあるんですが、街灯がちょっとこだわってますよね。あの上にね、鳥止まらないように、なんか釘みたいの刺さってます。うんこするからかな。あ、車の中に探り入れといて。あ、ここはクレストゲート。なんかね、吹き上げてくる風が半端ないですね。で、水滴もついちゃったかな。ごめんなさいね、続行します。
この携帯にねぶつかって跳ね上がってくる風が強いことで、今日ねこの取水塔からの、まあ、通常の放流も一緒にやってますね。小規模の、 あのジェットバーブル、バブルってないや、バルブか、そこはないみたいですね。で、取水塔を取ります。まあ、満々と水をたたえる岩尾内湖ですね。取水塔もこんなになっちゃってる。水、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 水だらけ。湖面にかかってる橋の色も、ね、クリーム色とさ欄干が水色で、ここ結構カラフルなダムですよね。奥に管理棟も見えるし、うわー、これが1億立方メートルたまる貯水池ですね。はい、以上です。黄色いのは白樺の花粉と思われます。わあ、ここすごい溜まってんな。